今回は主人公を勘違いしていた作品を挙げてくみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。スレ主はつい最近までドカベンの主人公を山田太郎ではなく岩木雅美だと勘違いしていました。新潟出身で古町の銅像もよく見てたんだけどな、こういった経験を共有したいのでスレ立てです。問題の発言ブレもあるけど、一応 W 主人公じゃなかったっけ？連載開始前に当時の編集長に最初山田だけを見せたところ、難色を示されたのでこのキャラクターと組ませますと岩尾を見せたところ、 GO サインをもらったので、岩尾も主人公に次ぐ主要キャラよ。プロ野球編でも日本シリーズ書くのは山田がいる西武か岩尾のいる大映画パリーグ優勝した時だけだったし。呪術は詳しくないコロ五条が主人公だと勘違いしてた。バナディース絶唱シンフォギアとかいう主人公詐欺作品、西町で響き主人公だと思ってたが違うの？事前の PV とかでは今日じゃなくて総と翼が主人公であるように見せかけていたってことじゃないか。放送前の宣伝がこんな感じ。1枚目の左端に小さくいるのが真主人公、でかく写ってる赤髪の娘は1話で死にます。白鳥川線の回想パートから読み始めたから及川が主人公だと思ってた。なんかカラーリングも白黒で味方敵っぽいし。忍たま乱太郎はきり丸を主役だと思った人が多いらしい。うちの兄もそうだった。タイトルや OP で登場する順番見てたらさすがに乱太郎主人公ってわかるだろと思うけど、実際きり丸ばっか出るときあったり乱太郎よりたら立ってるからわからんではないな。勘違いはしなかったけど、きり丸の方がデザインとか主役っぽいなとは子供心に思ってたな。佐山先生もきり丸は乱太郎だと思ってたらしいね。スパロボから入ったので乱外王はゴールロボットを操作する男キャラが主人公だと思ってましたよ。一番右の娘が主人公とは思いませんでしたよ。スパロボだとブレンパワードもシステムやストーリー的に非が主役みたいな扱いされてたから、そのまま勘違いしていた時期があったな。富の作品ってそういうの多いイメージ。作品世界としての主人公は別にいて、その主人公の相棒キングゲイナーのゲイナーだったり、恋人ブレンパワードのイサムの方の視点で物語が進んでいく。そういやプラモデルも姫ブレンしか出てなかった時期あったな。春日メインビジュアルはヒロインとかだけど、主人公は狂言回しやらの視点人物ってのはままあるよね。ランジョンメッシちゃんと見るまではティルチャックが主人公だと思ってた。最近のだとベイブレード X が主人公勘違い現象を起こさせやすい作品だと思う。ドラえもん、ドラえもんの主人公は誰なのか問題。えい、キャラ名が作品のタイトルに使用されている。得意な能力や個性を持ち、作品の世界観を決定つける存在。ホームズ B、 比較的一般的常識的な出自で、得意な A に代わり語り部をすることも多い。読者が感情移入しやすい。ワトソン AB 両方とも主役級キャラの場合、 A と B のどっちがより主人公らしいと感じる。皆の意見を募りたい。タイトー W 主人公等の意見はなしで、作品名ドラえもん、A ドラえもん、 B のび太魔人探偵のおかぶネウロ、 A ネウロ、 B カツラギヤコパリピヒロアキ、 A 諸葛亮孔明、 B 月見英子カモノハシロンの禁断推理、 A カモノハシロン、 B 一色ととまる。とうとう個人的には A こそ作品の顔であり主人公だと考える口だけど、世の中には得意な A に巻き込まれたりツッコミを入れる B こそ主人公の立ち位置だと感じる人も多いんだよね。主人公ってくくりなら A かな。個人的にはのび太だと思ってる。確実なのはこいつ。公式だとのび太。ちなみに F 先生はドラえもんの主人公はドラえもんって言ってるで。のび太くん、個人的な意見だけど、そのキャラパートがどれだけ多いからな。ドラえもんの場合のび太がまず出てきて、オチも基本のび太ってケースが多いから、のび太が主人公だと思う。ヤコとネウロも同じ。 D は主人公じゃなく狂言回しだと認識してる。 A か B かってよりどっちの方が主体的な行動してるからで判断してる。作品 A だと上から B、A、A、
カモの走ろうは知らん。AB 二人が分断された時にどっちの視点で進むかだと思う。特に初回と最終回の視点が一致してると主人公感が高い。共感しやすい方に主人公っぽさ感じることが多いから基本的には B かな。タイトルは物語の中の象徴的なものを取り上げてるだけなので必ずしも主人公ではないという認識。物語が主に誰目線で動いているかの方が重要かな。今やってるプリキュアは公式は犬の方が単独主人公と言い張ってるが、どう見ても飼い主の方が主人公か、よくてダブル主人公にしか見えないという。うわ出た。犬と人間だから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、圧倒的に人間の方が主体的に動いて喋って話の中心にいるからな。 A じゃないかな。 B がいなくなっても作品を成立させることはできるけど、A がいなくなると作品が成立しなくなる。短編は除く、だろうし。抜いたらタイトルが変わってしまいそうな方かな。ドラえもんだったらドラえもんがせわしくんといた頃の話でもドラえもんになるけど、ドラえもんがいなくなった後ののび太くんの日々を書いたらドラえもんではなくなる。読者が感情移入しやすいのは B だから B じゃね。ドラえもんの場合は基本的にドラえもん主役かな。ただ外装編は必ずのび太ってワードが入るから、外装編の場合はのび太が主役っぽいなって思うことがある。基本はのび太目線で話が進むからのび太だと思ってる。ドリフトシーンが有名なあのキャラはアキラの主人公ではない。ドロロの主人公はドロロではなくて百鬼丸。星の愛は主人公ではないし、その上序盤で死亡する。ここら辺だな。なんかバイクをバーってスライド停止させてんのは金田だから主人公では。ごめんに若さらした。アキラの主人公がアキラではないこととバイクをガーってしてる人がアキラじゃないことを混同してた。スヌーピー、あれだけグッズとか出されているし、商品名だってスヌーピーって書かれているし、でずっと主人公キャラだと思ってた。タイトルスヌーピーじゃなくてピーナッツだし、主人公はチャーリーブラウンでスヌーピーはその飼い犬という設定だし、なんか思ってたのと全然違うってなった。群像劇だからまあそりゃそうなんだが、ギラララは帝人は一部の狂言回しで、主人公自体はセルティっていうのは今でもたまに忘れる。ジョジョ7部のジョニーかな。表紙も最初の数話でジャイロが主だし、それに対してジョニーの初登場があんなしれっと出てくる感じだと思わないじゃん。稲中の主人公を武田だと思ってたことはある。あれって前のが主人公なん？それか前の問いざはなんかな。レルラの伝説、まあ今度勘違いじゃなくなるけど。メイドインアビス、こっちの方がイラストもグッズもよく流れてくるし。主人公じゃなかったんだ。じゃああの縦線マスクの人が主人公だったりするの？レオナルドが主人公だと思って読んでた。彼は語り手であって、主人公はクラウスさんだった。お仲間、アニメ見てレオナルドが主人公だと勘違いしてたよ。ちとハイの女王、文豪ストレイドッグスは見る前は太宰さんと思ってたよ。無色転生矢印ロキシー、この素晴らしい世界に祝福を矢印めぐみん、黒子のバスケ矢印鏡、当時誰一人名前すら知らなかったのでビジュアルが主人公っぽい鏡を黒子だと思っていた。文豪ストレイドッグス矢印太宰、このスレでついさっき主役でないことを知りました。実際読むまではアフロのおっさんじゃなくてオレンジのやつの方がボーボボだと思ってた。なんか炎みたいに見えないこともないし、ボーボー燃えてるからボーボボなんだろうなって。アキラの主人公はアキラではないし、さんをつけろよと叫んでる人はアキラではないらしい。こいつ自爆少年花子くんはネネちゃんが主人公で花子くんがヒロインの男版だと思ってました。だって基本ネネちゃんの視点から話進むし、1話で最初に登場したのもネネちゃんだし、一時期はネネちゃん出るけど花子くん全く出なかったし、実際は花子くんが主人公でネネちゃんがヒロインだし、言われてみればタイトル自爆少年花子くんだし、一巻の表紙も花子くんオンリーだわ。でも隣の席の増田くんは美穂ちゃんが主人公だし。えってなったやつ、マリーさんじゃないんだって思うよね。全員が主人公とも言えるが、終盤になるとやっぱりあいつが真の主人公だったのかと納得した。レスしたら最初から読み直すか。手塚治虫のブッダ、男子高校生の日常、詳細は単行本のおまけカットにて。文豪ストレイドッグスの太宰さん、
作者のツイッターアイコンがちょうどそれだったから、ヤンケットバンクの主人公は村雨礼儀だと思ってた。気になるし読んでみようとギャンプラ開いたら、このオレンジ髪の人は一体？メガネの人はどこへ？となった。意図的なんだろうけど、この子が推しの子の顔としてあらゆる媒体に出てきてるから、ずっと主人公なんだと思ってた。最近や着ぐるみも作られてるし。赤目がキルずっと匠視点だったから、完全に優になってどうすんだって思って、赤目 VS S です最終決戦でタイトルのこと思い出した。